妖怪首置いてけ、島津豊久の短く太い生涯に迫る。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、島津豊久について紹介していこうと思います。英雄英傑がそれぞれに歯を競い合い、多くの豪傑が戦場に命を散らした戦国時代。そんな時代の中で薩摩を治めた豪傑ぞろい、島津家の武力は現在でも日本有数の戦闘民族、ジャパニーズバーサーカーと囁かれるほどに有名です。そんな戦国時代の島津家の中でも、やはり有名なのは関ヶ原の戦いにおける島津の軒口であり、その総指揮官である島津義弘ですが、最近になってもう一人、島津家を支えた猛将が一気に有名になっています。その猛将というのは島津豊久、九段の義弘の甥っ子であり、漫画ドリフターズの主人公に抜擢されたことで妖怪首置いてけのあだ名で一躍有名になった人物です。漫画では異界に転移して、さまざまな偉人と共闘、あるいは敵対する豊久ですが、史実ではどんな活躍を見せたのか。今回はそんな彼の太く短い生涯を解説していきたいと思います。バーサーカーの家系に生まれた美少年島津豊久は、1570年薩摩の国を治めるバーサーカー、元い大名の家系島津家に生まれました。父は戦国随一の釣り師として名高い戦略家島津家久。この時代の島津家は最強の引きこもり島津義久、鬼島津の島津義弘、安山の神様島津俊久、そして戦国随一の釣り師島津家久が名を連ねるオールスターモードであり、豊久もまたそのオールスターの一角の嫡男として生を受けたのです。ともかく誇張抜きで戦国最強レベルの家系に生まれた豊久は、幼い頃からその才覚を遺憾なく発揮し、学問も武芸も他に並ぶものがいないほどだったと伝わっています。しかも輝くほどのイケメンだったとの記述もあることから、およそ弱点のない人物だったと言ってもいいでしょう。そんな豊久は親やおじたちから愛を注がれつつ、軍略を叩き込まれてすくすく成長。島津 vs 龍造寺という大怪獣決戦、元い九州の王を決める決戦、沖田縄手の戦いで14歳にして初陣を飾り、見事首級を挙げる華々しい戦場デビューを果たしました。ちなみにこの沖田縄手の戦い当時、豊久はまだ元服していなかったとか。元服前の子に初陣させる、やはり島津家はジャパニーズバーサーカー。それはともかく、沖田縄手の戦いから一月後、彼はめでたく元服。そしてその3年後の1587年に、父であるイエスさんが急死したことをきっかけとして、彼は若くして城主として領民を滑ることになります。この時父のいない豊久は、鬼島津の島津義弘によって領地経営や戦の作法を学ぶようになったらしく、彼らは親子のように仲が良かったと伝わっています。というか、豊久が最終的に妖怪首置いてけになったのって、義弘の教育が原因なのでは。豊臣政権への服属とはいえ、豊久の活躍し始めた時代はすでに豊臣家の全盛期。島津家といえど、豊臣家の数と資金の暴力には抗えず、島津家は豊臣家の傘下に収まることになります。そんな中でも豊久は豊臣政権下でも指折りの猛将として大活躍。
朝鮮の駅に親代わりの義弘と共に渡海して参戦し、敵の船に飛び移っては敵の体を麻を切るみたいにバッサバサ切ってくやべえやつと恐れまじりに書簡に書かれるほどの活躍を挙げました。他にも朝鮮の駅の最中、敵に捕らわれた義弘を救出するという活躍もしており、義弘と豊久の絆がとても深いものだったことが記録からも読み取れます。さらに朝鮮から戻った後も島津家中の内乱である庄内の乱に参戦、敵勢力の要所である山田城攻めの大将に任命されるや否やすぐに山田城を攻め落とし、庄内の乱の終結に大きく貢献しました。しかし時代は大乱の関ヶ原へ、そしてその戦場こそが島津豊久一番の晴れ舞台にして彼の最後の大舞台ともなるのです。最後の大舞台、関ヶ原。そして舞台は乱世の終幕、関ヶ原へ。領地に庄内の乱という火種を抱えた島津家は、義弘をトップとして豊久たち精鋭部隊を西軍として参戦させることに。しかし数字大好き石田三成は少数精鋭の精鋭の部分をまともに見ず、島津軍を戦力外扱いしたばかりか、前哨戦である須の又城攻略では前線に取り残す始末、さらに島津軍が提唱した夜襲という理にかなった戦術を、夜襲とはいかにも田舎者の取る戦術、豊臣の恥をさらすおつもりかと嘲笑し、一周するという残念ぶりを発揮してしまいます。本当そういうところだぞ。そして三成のこの態度に激怒したのは島津義弘ではなく豊久。あんなやつのために戦わねえと心に決めた豊久以下島津兵たちは、戦いこそすれど本陣からの命令はかなり無視しまくっていた、というよりほとんど動かなかったようです。とはいえバーサーカー島津軍が動かなかったこともあってなのか、関ヶ原の数勢は東軍有利に、前線に押し出されたところで包囲され絶体絶命となった島津軍。総大将の義弘もここは諦めて切腹かと決断しかけましたが、豊久がこれを説得します。後ろに逃げられないなら前に逃げればいいじゃないですか。何言ってんだこいつは状態ですが、バーサーカー義弘には何か感じるものがあった様子。ということで島津軍の生き残りたちは日本史どころか世界史でも類を見ない敵陣に向けての退却戦という謎の戦術を実行することに。そして豊久は同時に義弘にこんなことも伝えたそうです。天運は決した、この戦は我らの負けです。しかし島津家はまだ終わっていない、この戦を乗り越えた後の難局には義弘様の力が必要だ。だから義弘様は何としても薩摩に戻ってください。ここは俺が食い止めます。俺に任せて先に行け。最後の一言はさすがに誇張ですが、少なくとも自分がしんがりとして捨て駒になるという決断を義弘に伝えた豊久。ここで義弘と豊久の間にどんなやり取りがあったのかは不明ですが、間違いなく涙の別れがあったのは確実でしょう。ドラマやアニメならいい感じの音楽が流れるはずです。そして叔父であり養父の義弘を見送った豊久は、共に死を覚悟した武者たち13人と共に押し寄せる東軍の軍勢を相手に大立ち回り、本多忠勝、井伊直政の徳川家二大巨頭を相手に奮戦し、無数の刀傷と無数の矢傷を受けても倒れることはなく、最後まで戦場で戦ったままその生涯を終えたそうです。ちなみに豊久の墓は複数存在し、彼がどこで死んだのかについては現在でもいくつかの説が存在しています。その中には重傷を負いながら義弘を9キロも追いかけそこで力尽きたなんていう凄まじい説も存在しており、島津豊久という猛将のイメージを
さらに勇猛なものに押し上げています。ともかく関ヶ原の地で奮戦し、そして散っていった島津豊久、妖怪首置いてけレベルのぶっ飛び系武将ではなかったようですが、そういう誇張のされ方が別におかしくはない程度には、彼もまたジャパニーズバーサーカーだったと言えそうです。まとめ、戦場に来た若きバーサーカー、戦国時代有数の武芸で鳴らした武闘派勢力である島津家、その武闘派全盛期時代の中では比較的新しめな人物である島津豊久も、やはりというかなんというか、どうにもバーサーカー身の拭えないエピソードをお持ちの人物だったようです。とはいえ、妖婦の撤退を成功させるために自分の命を投げ打つなんていうシンプルに泣けるエピソードもあるのが島津豊久という人物の魅力。首を置いてけの印象が強くなりすぎた人物ではありますが、今回は泣ける最後を迎えた豊久の史実について紹介させていただきました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。